私のチャンネルへようこそ JBN1View。小なり淳教授高槻昭義の推察大なり見逃し配信の総再生回数が500万回超。東海テレビドラマ歴代1位の快挙。イノビ系×神宮寺勇太のバディ作。人気グループ、ヘイ、セイ、ジャンプのイノビ系さん主演で、はじけら9月に放送された東海テレビ×は共同制作連続ドラマ、淳教授高槻昭義の推察シーズン1、東海テレビフジテレビ系の全8話の見逃し配信が、8月7日から9月25日で総再生回数509万回、フォット、TVRGYAO、ヤフーの合計値を記録したことが明らかになった。4テラ5月に同枠で放送された最高のオバハン中島春子の全8話の総再生回数477万回を超え、東海テレビ制作のドラマで歴代1位となった。淳教授高槻昭義の推察は沢村美影さんのミステリー小説淳教授高槻昭義の推察シリーズ角川文庫が原作。見たものをすべて一瞬で覚えられる完全記憶能力を持つ民族学淳教授高槻昭義、イノビさん、と、怪異現象を経験したことで嘘がわかる能力を手にした大学生深町翔斎、神宮寺勇太さんのデコボコバディが、怪異事件にまつわる謎に挑む物語。シーズン2が10月10日からはプライムオーオンデマンドで放送配信される。ジテレビで8、9月に放送されたドラマ、淳教授高槻昭義、アキラの推察のシーズン2が10日から、ワーで放送される。放送に先立ち、都内で完成報告会が行われ、主演のイノビ系、イノオケイは、シーズン1から続けられるのは嬉しい。多くの人に愛していただけたら、と力を込めた。ドラマは沢村美影、美影の、淳教授高槻昭義の推察シリーズ、角川文庫が原作で、バーと東海テレビが共同制作。見たものをすべて覚えられる完全記憶能力を持つ淳教授、高槻昭義、伊能、と見抜く力を持つ大学生、深町翔斎、神宮寺勇太が、次々起こる怪異事件の真相を明らかにしていくミステリーだ。シーズン2は、シーズン1の1年後という設定。原作には出てこないフリーカメラマン、寺内はじめ、小池徹平が加わり、物語の重要な鍵を握る。高槻の過去が少しずつ明らかになっていき、小池さん演じる寺内と、対峙する中で思い悩む瞬間もある伊能という。高槻と深町のコンビも関係が深くなり、シーズン1では高槻先生に引っ張ってもらったが、2では翔斎が成長した姿が見られる、と神宮寺も見どころをアピールする。シーズン2、全8話、は10日から毎週日曜午後11時放送、初回は無料放送。ワーオンデマンドでも配信される。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。